ゆずです。皆さんこんにちは。今日はですね、ワンコロも一緒です。預かってるシャリくんです。あー、かわいいよ。ほら顔だけ出てね。よかったね。今頃みんなにかわいいって言われてるよ。なのでちょっと今日はうるさいかもしれないですが、今回の動画は購入品紹介をやっていきたいと思います。イエーイ、はしゃいでる、はしゃいでるイエーイ、嬉しいね。じゃじゃーん、クヌースマフさんの展示会で購入しました。こんなにたくさん、これを開けていきたいなと思います。今回は、2023年の AW の商品です。 AW? AW? どっちかわかんないんですけど、秋冬の商品をいろいろと購入しました。なんかおまけみたいなのついてる、かわいい。トートバッグだ。これは多分おまけ。ここにクヌースマーフのロゴが入ってるトートバッグ。これめっちゃ使えそう。パソコンも普通に入りそうなサイズ。これが入っておりました。ラッキー。あとね、なんかね、これもなんかついてきて、ハンカチ。食べちゃダメだよこれね。おやつじゃないよ。こんな感じのハンカチも入ってました。おまけかな。おまけのことなんて言うんだっけ。アメニティじゃなくてなんかいくら以上だったら何々がついてきますみたいなのあるよね。ここまでがおまけですね。まず一つ目の購入品はこちらです。超かわいい、めっちゃかわいい。後ろはこういう感じでレザーっぽいベルトになってます。かわいくない？結構ツバが長めの。これはね、試着もせずノリで買ってしまった。ほらかわいい。しかもここにロゴも入ってて超かわいい。このロゴが本当にかわいくてお気に入り。2点目はこちらです。これわかるかな。このラメのなんかモケモケがついてて、あ、こうやってやったらわかるかも。こういう感じでラメになってるシルバーのモケモケのニットです。かわいい。光にね、当たるとモケモケするの。柔らかい素材だから、ここでストンって肩が落ちてくれるから、めっちゃ着痩せすると思って試着して、これは即決でした。超かわいい。次が、あ、来た。これじゃん、黒の V ネックのニットです。こんな感じでパックリと V になってて、で、ここのなんていうの、裾のところがこうやってモケモケしてる感じで、シンプルだけどめっちゃ可愛い。で、これ形はさっきのと同じようにこう肩でストンって落ちてくれるので、あ、このワンポイントね、ここにワンポイント、裾のところにクヌースマーフのワンポイントついてます。こんな映ってるかな、こんな感じで。これはね、ママにこれも試着した写真、あのインスタにも載せてるんだけど、それをママに見せたのね。これ買おうと思ってるんだけどみたいな、買う前に相談してて、そしたら、え、これママ欲しいって言い出してこれね、私買おうと思ってんだよねって言っても、ううん、ママ欲しいって。ママはそういうとこがあります今日お揃いでってなってここに全く同じ同じサイズ、全く色も同じやつ、これママのです。これはではどうママとお揃いでこれを着て遊びに行こうと思います。そんな感じの2着目でした。次、もうこれは本当に本当に楽しみでしょうがなかったやつ。じゃ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 ーん、あー、もうかわいい。これはね、ちょっと一緒に下がるわ。見て、これ映ってる。パンツを購入しました。こういう感じ。このウエストが可愛いの。このベルトめっちゃ可愛くない？このベルトがね、下にこうやって下がることによって足長効果になるんですよ。で、しかもこれデニムなんだけど、この横がね、なんかリメイク風なの。リメイク風で別の生地がこうやって使われてて、で、このなんかこのモケモケ、もうこういう専門用語わからないけど、これモケモケもついてて、めちゃくちゃ可愛い。形も本当になんかこういう丸みのあるシルエットなのね。絞られてる。そう、なんかちょっとだけ先っぽが狭まってて、めっちゃ可愛いんです。てかもうこのベルトのところとここの生地違いなのが本当におしゃれすぎて、しかもこのケツポケ、ツポケにこうやってポッチがついてて、なんていうの、パッチン、これが可愛い。めちゃくちゃ後ろこんな感じ、可愛いっしょ。やばくない？多分これからインスタとかに多発してくるであろう私の一軍デニムになりました。本当に可愛い。やばいよね、これ。超可愛いよね。ね、シャレもこれ可愛いって思う？
ね、次が最後かな。こんな感じのブーツを買いました。これもめっちゃ可愛いでしょ。これの何が可愛いかポイント語ります。まずこの厚底のこの分厚さ、なんか何センチって言ってたか忘れちゃったけど、結構身長が盛れるからスタイルがめっちゃよく見えるのと、ここの真ん中のシルバーのチャックが絶対シンプルなコーデの時とかアクセントになって超可愛いと思って、全然靴を買うつもりはなかったんだけど買ってしまいました。私がいつも履いてるブーツは、ここは真っ黒のオールセインツのブーツをいつももうほぼ毎日この2年ぐらい履いてるんだけど、なんかちょっと違うの。これはミニスカートと合わせてもいいし、さっき買った紹介したパンツとかもダボダボにこの厚底があるのがめっちゃ可愛くて超お気に入り。しかもすんごい歩きやすいんだって。これは1日ディズニー歩いてても楽ですよってショップの方が言ってました。これで以上です。あとはなんかパンフレットが入ってたりとか、アウターとかもめっちゃ可愛いのいっぱいあったんだよね。ヌースマフさんはいつも衣装とかでお借りしてたりとかして、本当に私の大好きなブランドで、ちえみさんっていう方がやってるんだけど、私ずっとそのちえみさんのインスタグラムを見てて、このブランドができた時からずっと可愛いなと思ってて、で今リースとかさせていただいて、そのご縁で展示会に行かせていただいたって感じです。だから展示会で初めてちえみさんに会って、もう憧れの人が実物でいるわけ、ここにはーっていう気持ち。結構私にしてはたくさん買った方なんだけど、全然もっといっぱいあった、欲しいの。ボアのアウターとかも超可愛かったし、皆さんサイトに飛んでみてください。そんな感じで購入品紹介は以上になります。多分今年の冬はたくさんこれを着てお出かけすると思うので、また写真を撮ったらインスタグラムにあげようと思っているので、インスタグラムの方もフォローよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。